サカッサカッ、仙台市中央卸売市場に入荷したのは山形県産の佐藤錦などのサクランボおよそ5トンです。今朝はこのうち500キロほどが競りにかけられました。今年は春先の気温が高かったことなどから初競りは例年より2日から3日早まりました。味や色づき、身の大きさなどは例年並みということです。果物でも季節を感じるものがなくなってきていると思うんですけども、このさくらんぼはここ1ヶ月ぐらいがちょうど美味しい時期になりますので、ぜひお手に取って楽しんでいただきたいなと思います。今日は1パック200グラムあたり350円から400円ほどで取引されました。さくらんぼは来週にも出荷のピークを迎え、県内のスーパーや青果店などで買い求めることができます。